ちゃうんやこれ。せっかく今日手痛いもんなんかチクチクやられてダメでしょ、おかんちゃん。あれしかもいい怖いよ、この子これだよな、倫理の薬は2つ、この子しかないもんな、この倫理の薬は、うん、そうですね。はい、倫理ちゃん、はい、頑張るよ。はい、りんりちゃんのチェック、診察チェックと治療をやってきます。はい、これでこれは飛び回らないの。よいしょ。この子さ、ここもおかしいんだよな、この右の耳が。この子ちょっとね、噛んだら離さないんですよね。ごめん、この手袋、あ話さないんだけど。あいだ。はい、治療します。まずその後のチェック、治療の前に。ああ、まだ息が溜まってますね。この子さ、りんりちゃん飲水量チェックにしてくれる？あ、でも昨日よりは減ったかな。その後の息の量ね。でね、ちょっとスライドガラス用意して、その液チェックするから。はい、点眼して、ちょっとその液チェックします。それとこの子の FT もね、あれ、その液チェックのあれがどこ行った？これ1本出して。そしてカバーグラスを何枚か、4枚か6枚並べといて。で、その尾の中にこのブラシを入れて、ブラシ入った。はい、で、これを、はい、塗りつけて、6枚。はい、で、薬飲ませます。薬は上手にやれば飲んでくれますね。ちょっともう一回飲ませておこうか。いいよ。OK、上手。で、飲み終わったら、で作ったら、まあ染色は後でいいや。カゴ作って、とお掃除した。で、体重測ってなかった。で、体重はいくつ？ 34。はい、で、今から抗染症者療法をやります。34。どうも。よいしょ。どうしよう。はい。あ、そっか、シルピナもちょっと出しておいて、ほんでシルピナ、蓋開けて。この抗染症者療法をすることによって血流を良くします。それでその脳の炎症を鎮めると。まあ、その炎と診断、まあ、しましたけど、仮診断ですね。もしかしたら奥の方の、あの 胃の方ですね、2番目3番目の胃の方も炎症があるかもしれません。まあ、そのだけじゃなくて、そのまま1番目の胃袋なわけですけど、2番目繊維、3番目筋胃と、そういったところも炎症がある可能性がありますね。ただ夕べから北にかけては戻してはいないようですね。体感染すごい怖がりな子なんで、あとくちばしがちょっとかなり鋭くとんがってます。こういう子は肝臓の機能がちょっと普通の子よりも弱い、肝機能低下症がある可能性があります。すごい震えてるもんね。ただまあ爪は正常範囲かな、ちょっとだけ長いけど。で、あとこちらの耳がなんかカペカペになってるんで、こちらの耳にも薬を入れておきます。よいしょ。よし。
で薬を入れて、はい、治療終了ですね。もう一回体重をチェックしておこうか。はい、何もします。で、戻る時にもちょっとこの子怒るんで、はい、じゃあインキュベーターに戻します。